日露戦争の時にですね、金子がそういう戦時国債募集で、頑張ってきたんですが、なかなかあの福岡の人間っていうのがこの戦時国債募集というよりかですね、日露戦争、ロシアとの戦争において非常にこう長けてたのがですね、あのオッペケベイの川上音次郎、この人を使ったんですよね。これ誰が使ったか、当然金子も使ってるんです。それからあの栗野伸一郎、それから、あそこの昇龍寺のお墓に眠ってる、明石元次郎ですね。栗野伸一郎ってやっぱり福岡出身の外交官です。でこの人はあのフランス、それからロシア公使になってるんですけども、フランス公使の時にですね、この明石元次郎も、フランスの武官として駐在してたしたんですね。でこの頃の明治の37年38年ロシアからすれば日本なんてもうほんとピッとピッと飛ばすぐらいの、本当にもう相手にもしてないぐらいの国です。でロシアは将来多分日本と戦うであろうということで、この栗野伸一郎、明石元次郎はなんとかロシアの宮廷の情報、ロシアの海軍大臣誰、ロシアの陸軍大臣誰だろうという情報が欲しいんです。でもロシアは日本相手しないんです。どうやって入っていくか、この人たちです。川上音次郎、貞役子、この一座をですね、フランスで公演させるんですね。そしてこの栗野伸一郎はですね、フランス政府と話し合いをやって工作をやって、この川上音次郎にフランスの勲章をもらえるように働きかけた。で無事にあのフランスから勲章を川上音次郎、貞役もらってるんですけども、そうなってくるとですね、ロシアっていうのはヨーロッパで田舎もんですから、日本から来た川上音次郎一座がフランスで勲章をもらった、そんなすごい芸人が今フランスにいると。でこれがロシアに公演でやってくると、だったら宮廷に招かないわけにはいかんよなって言って、この川上音次郎、貞役子一座がロシア宮廷に招かれるんです。でその時に通訳として入っていくのは誰か、この人たちですね。ロシア公使、それからロシア公使の駐在官、明石元次郎。今まで私日本代表する公使でございますって、ロシアの宮廷に話をしても相手にもされなかった国の証なんです。だけどこの人たちが呼び出される、召し出されたらついてくるわけですね、通訳として。でもうここで明石あたりは当然のごとくフランス語を勉強しますし、ロシア宮廷ではフランス語は当たり前のように話される。何を話しているか、誰が海軍大臣で誰が陸軍大臣なのか、ロシアですね、見ていくわけです。あいつかこいつかというふうにうまいこと使ったんですよね。で今東京のですね、谷中霊園の事務所の真ん前にですね、この川上音次郎の銅像の台座だけ残ってるんです。その銅像の台座、顕彰文がこう銅板になってますけど、この二人、栗野伸一郎と金子健太郎の名前で両側に入ってますから、もし東京に行かれましたら、谷中霊園、台東区の谷中霊園に行って、霊園事務所の真ん前に、道挟んだ反対側に、この川上音次郎の銅像の台座が残ってます。この銅像の台座の左右に、金子健太郎と栗野伸一郎の名前が残ってますから、確認されたらいいと思います。ここではもう人間関係が見えてくると思いますね。もう彼らはもう、阿吽の呼吸で何をどうしたら
ロシアの情報が握れるかということを分かっているわけです。でさらに日露戦争が始まったときにですね、またこれが面白いのが安倍磯という人物がいます。この人は早稲田大学の野球部の部長さんなんです。福岡出身です。でこの人もやっぱり武士の出身なものですから、早稲田大学の野球部の部員に対してですね、バントなんて絶対させないんです。あんな卑怯なまねをするなって言って、バントは禁止するんです。早稲田大学はバント禁止だったんです。絶対にさせないんです。いやあれも一つ の野球のテクニックですからと言っても、こんな人を騙すような武士の風上で置けるのそんなもんすんなって言って、この人が早稲田大学にはの部員にはバントをさせませんでした。でこういうガチガチの方なんですが、この人ちょうど早稲田大学は東京の六大学で優勝したときに大隈重信と約束してるんですね。優勝したらアメリカに行かせてくださいと、アメリカの本場のアメリカの野球と親善大会やらせてくださいと言ったら、約束して大隈がうんと言ったんです。それも日露戦争をやってる明治37年38年戦争をやってる時にですね、大隈さんあなた約束したよね、私たちが優勝したらアメリカで野球やらせてくれるって約束しましたよね。普通戦争をやってる時にですね、野球の親善試合で行かないんです。行けないんです。でも大隈がうんそういえばよか行けって言って、この安倍磯を中心にして早稲田の野球部がアメリカに行ったんです。で野球をやったのは西海岸の方です。そうするとですね、アメリカの国民というのは面白いんですね。アメリカ の東海岸で金子健太郎が日本の戦時国債買ってくださいって言って演説して回ってる。西海岸では早稲田大学の野球部がやってきて親善野球をやってる。こんだけロシアの大国と戦争をやってる日本が野球の親善でやってきた、この余裕のかまし方は何なんだということで、逆にまたアメリカ人はいやこれどうもなんか違うぞ、どうもなんか日露戦争でロシアが強国だから日本負けると思ってたけど、どうもなんか風向きが違うということで日本支持が始まる。こういうのもこの安倍磯もそうですし、明石もそうですし、クリもそうです、金子もそうです、川上もそうです。福岡の人間ですよね。なんか妙ななんか考え方を持ってますよね。どうしても日露戦争といったら海と陸でのドンパチの方に目が行くんですけど、インテリジェンスの方向から言ったらこれはなかなか大したやり方だと思います。それとですね、この金子健太郎についてはこの日露戦争勝利に貢献したということですけど、もう一つが金子がですねアメリカに留学しているときにフィラデルフィアでは博覧会があったんですね。この時に、どんなものか見に行こうと言って日本人の留学生たちと一緒に行ってるんですが、この時に今当たり前に使っている電話、グラハム・ベル電話機ですね、これの開発をグラハム・ベルがやってたんです。もともとはこの人は聾話者のための会話ができるようにという通信機器を作ってたんですけども、途中から、健常者である私たち普通の人間が話せる電話機の開発になりました。でその時にちょうどベルが一番問題視してたのは日本語、この日本語での通話実験をやってないんです。
これやりたいなっていうことで考えてたら金子たちがやってきた。これはラッキーだなと思って、電話の通信実験をこの金子たちにやらしたんです。でここで成功したんです。日本語の発音の 音ですねが、このグラハメルが考えてた電話機能も通用すると分かったんで、これで世界に売り出せるということで、大成功を収めてグラハメルは億万長者になったんです。でこのことももう一つ利点になって、ベルも率先して、日露戦争の時に日本の戦時国債買おうということをこの人も言ってくれてる。やはりあの人間関係というのはやっぱり大事にしておかないといけないというのはやっぱこういう時に出てくるのではないでしょうか。それとこの先ほどのこの金山和夫さんにちょっと関わってですね、金子健太郎 の九州大学を誘致したりとか八幡製鉄所を誘致したりとか大日本帝国憲法草案にも関わったというんですけど、この金山和夫でちょっとこう出てくるのが、筑前琵琶です。江戸時代はですね、目の見えない人たちは自分たちで生きていくために琵琶を演奏したりとか三味線を演奏したりして、門付けをやって飯を食べてたんですね。ところが明治になってもそういう、お寺というものがだんだんなくなって、この琵琶というもの自体も存続が危うくなってました。この筑前琵琶をですね発展させたあの3人の功労者というのがいるんです。1人がこの金子健太郎で、遠山満、浜地八郎、先ほどのこの金山和夫の子孫じゃないかなと思う金山尚氏なんかがいるわけですね。でこの筑前琵琶の普及においては、この金子健太郎は伊藤博文と非常に近い関係がありましたので、伊藤博文に紹介して、伊藤博文が「ああこれはいい」じゃあと言ってお座敷に呼んで琵琶奏者を呼んで語らせてたと。そしたらだんだんとこれは非常にいいということになって、関東江戸この近辺でですね、筑前琵琶が非常に大ヒットしたんです。でこの金山和夫というこの人のですね、和夫さんというかこの尚氏の親戚に鈴木さんという人がいるんです。やはり同じあのお寺は浄土寺なんですけれども、後にこの人がですね、名前が高峰筑風という筑前琵琶の奏者になったんです。東京で非常にあの一つのあの師匠として名前を打ったんですが。この人の娘があの女優の高峰理恵子ですね。だから金子健太郎がですね、この辺り金山尚氏とかこの辺りの、お寺さんといえば浄土寺という自分の檀家さん檀家として所属している浄土寺を中心にどうも筑前琵琶を東京で広めた功労者と考えていいです。あの金子健太郎というと非常にあの大日本帝国憲法の草案を作ったとか言うんですけども、あの日本の憲法のですね、大日本帝国憲法の母体になるのは伊藤博文があのロシアの憲法を勉強して帰ってきたというのがあるんですけども、もう一つあのこの金子健太郎は今度ハーバードで法律を勉強しましたので、アメリカの法律の考え方を伊藤博文にいろいろと主張するんですね。で伊藤博文はプロシア式を主張する。金子はハーバードで習った法律を適用させようとすると同時にもう一つですね、
憲法、憲法というのは国体だっていうことを金子は言ってるんです。つまり憲法によって日本という国はどういう国ですかっていうのを表さないといけない。ですから大日本帝国憲法もそうです。今の日本国憲法もそうです。一番最初に出てくるのが天皇という言葉が出てきますね。天皇はもうとにかく日本そのものなんだということをこの憲法で表している。このことを強く主張していたのが金子健太郎です。伊藤博文はそんなことに関係なく、憲法だプロシア式のこういうもんだって言ってるのを金子健太郎は何言ってるんですか伊藤さんって、あんたの頭クルトランカと言って喧嘩を売るんですよね。憲法というのは国体でしょうがと言って文句言うんです。そして熊本の井上小橋もそうです。井上小橋も、万葉集とか古事記とかですね、ああいったものを全部読み上げて、やっぱり憲法というのは国体だと、伊藤さんそれ違いますとはっきりと言うんです。これはなんかすごい当時の明治の方々っていうのはやっぱり一本筋が通ってると思います。腹が据わってると思います。で面白いのはこの金子健太郎ですね。先ほど正木商用という人の顕彰碑を書いてますけども、こういう今日のお配りしてます資料のですね、一番最後の方に金子健太郎の主席というところを出しています。まず最初に太宰府天満宮にですね、五の杭碑というのがあるんですが、これの宣文を金子健太郎が書いています。小野君というのは小野龍介という牧泉守の甥になる人道の志士です。でこの人の継承文の宣文を金子健太郎が書いています。それとやはり太宰府天満宮の円城院にある、七教遺跡という碑がありますけど、この裏にも、金子健太郎が書いてます。それと先ほど言いました正木商用先生ですね。もう一つが大隈琴道の屋敷跡のところにあったんですが、これがいつの間にか消えてなくなっています。西本理事長あれどこ行ったんでしょうね。大隈琴道のあれは今泉公園が、今泉公園に大隈琴道の会社がいっぱいあったんですけど、あれあそこを穴開けてですね、排水とか配管とかの基地になったんですよね。あっから掘り下げてからトンネルだらけですよ、あっから福岡市に。それを終わったのですけど、なぜか帰ってこないで慣れた話ですよ。でしょうね。だから三角公園 の、今泉公園が2つありまして、ラブホテル側の方に大隈琴道邸があった。10本ぐらいあったんですけどね、もう全部どっかに保管してると思うんですけど、要望がないからも出てこないんですよ、市民からの。大隈琴道って誰っていう話ですからね。だからもっと自分の町でお城っていうのはそこをちょっと野村豪藤寺さんもお世話になってるからね。本当ですね、広めないといけませんね。私は持ってますよ、あれば書いたの軸、その辺はずらっと。で金子健太郎が書いてる宣文ですから非常に読みやすいです。でこれに、すいません、一つ書き忘れました。平野国臣の日でした。もう一つ足しといてください。平野国臣のあそこの何ですか、鳥海八幡の近くに平野神社あります。平野神社の境内の中に平野君碑というのがあります。平野国臣君碑というのがありますが、これの宣文も金子健太郎が書いてますんで。でこの金子健太郎がなんで平野国臣の宣文を書くかというと、知ってるからです。会ってるからです。家が近所だったんですよね。
で、平野国臣が あそこですね、大倉谷、今の兵庫県のところで黒田の殿様が参勤交代で行ってるのを止めて帰りましょうよって言って帰る。でそれを止めたんですけど、その時に平野国臣はとっ捕まって、あそこの松越の牢屋に放り込まれるんですけど、放り込まれて出てきた時に最初にやってきたのがこの金子健太郎のお父さんのところにやってきて、ひげぼうぼうでやってきた。でそのことを金子健太郎記憶してる、ご近所仲間ですね。だからまあその関係から平野国臣の懸賞記の線分も書いております。嘘を書いたんですよね。はい、平野国臣は嘘の手紙を書いて止めたんですよね。参勤交代自分で考えた手紙を書いて、で非常に武道に優れてるということで、平野をどうやってと捕まえるかということになった時に、最新式の福岡藩の船に乗ってみんかと言って乗せて、逃げられないようにしてと捕まえてるんですよね。よく考えたもんだと思いますけど。この金子健太郎がですね、日露戦争に勝利に貢献したということで、まあ、これどっちかというと福岡チームの勝利だと思うんですけどもね、福岡チームの勝利なんですが、もう一つよく言われるのが、その後のですね、日本とアメリカが戦争をやった原因が、この日露戦争に勝った時に東進鉄道、満州、南満州鉄道ですね、これをアメリカの方に譲らなかったから、日本に対してアメリカが恨みを持って戦争を仕掛けたという説があるんですね。私これ違うというふうに思ってます。これはですね、もうすでに日露戦争が始まる前、明治37年38年の戦争が始まる前にですね、秋山実行、日本海海戦の時の参謀の秋山実行は自分の指揮でアメリカに留学してるんですね。その時の先生、このマハンっていうアメリカの海軍の、ご存知ですね、マハンのところで勉強してるんです。例えば日露戦争の時に、秋山が考案したと言われる旅順港閉塞作戦ってあるんですが、これすでにアメリカとスペインの戦争の時に、キューバの元スペインの植民地だったんですけども、アメリカにとってはですね、自分たち そのアメリカという国の真下にキューバがあって、スペインが持ってるとなったら、このスペインが自分たちのアメリカを侵略してくるんじゃなかろうかって恐怖心を持ってたんですね。だったらもういっそのことスペインが植民地で持ってるこのキューバを侵略してしまうということで戦争を仕掛けて、アメリカとスペインが戦争するんですけど、この時に、スペインの艦隊がですね、キューバの港に入っている時にこれを閉塞作戦をアメリカがやりました。それを、秋山実行とその秋山実行の先生であるマハンがいたわけですね。艦船部官として見てるわけですね。マハンがアメリカ海軍のマハンがですね、秋山実行にこの作戦を見ときなさいと、アメリカがスペインを封じるために、キューバで封じるために港を閉塞するよと、見ておきなさいと言って見せたのが、そのまま秋山が両陣で閉塞作戦をやった元になっているのがここなんです。でこの時にはこのマハン の海上権力研修というのを読んだら分かるんですけど、もうすでに秋山がですね、私の師匠としてマハンのところに行っている時に、マハンが将来的にですよ、多分日本とアメリカは戦うであろうということをほのめかしているんです。だから日露戦争で日本が満州、南満州鉄道の利権を持ったから、あれをアメリカに渡さなかったから、アメリカが日本に対して戦争を仕掛けたという説にはならないと私は考えています。また南満州鉄道の利権に関してはですね、戦争が終わった後
どうなったかというと、ハリマンというあのアメリカの鉄道の一家がやってくるんですけど、この人が、まあ、日本がロシアから貸し取るであろう東進鉄道、まあ、南満州鉄道の利権をこの人が欲しがったんですね。で、秘密のうちにあの桂太郎と一緒に交渉をして譲ってもらえる交渉、秘密契約を結んでたんですけども、このハリマンの一家がまだポーツマスの講和条約が終わる前に日本にやってきて桂太郎と交渉をやってました。でその後に実際に見てみないとわからないと言って旅順に行って、旅順から、大連からずっと鉄道線のところを見てるんです。この時のですね、ハリマンは一人で来たわけじゃなくて家族連れで来てるんです。この時の娘たちの行動があまりにもひどかったもんで、このハリマンの通訳をやってた、これまた福岡県人ですけど、怒り狂ってですね、こんな無礼なあのハリマンに、あの我が同胞が血を流した東進鉄道利権渡せるかと言って怒り狂ったんですね。非常にあの行儀が悪い、もう単なる金儲けになればいいやっていう考えのハリマンなんですね。で娘たちはもうやめてください、あのその旅順はまだ機雷の除去も終わってませんからっていうのにもかかわらず、旅順の港、あの海をハリマンの娘を泳ぐんですね。やめてください、まだ機雷の除去も終わってないのにちょっとドンっていったらどうするんですかっていうのにもかかわらず勝手に泳ぐ。でまた今度はあの陸上ではですね、馬に乗って走り回る、やめてください、まだ地雷の撤去も終わってませんよと言ってるのか、止めても効かない、でもう怒り心頭です。で一応もうハリマンはですね、桂と秘密のうちにも譲渡の契約を結んでるんで、もう意気揚々とアメリカに帰ってるんですが、帰ってきてるその反対がですね、アメリカから帰ってくる、山田栄次郎とか、それから小村寿太郎たちはどうしたかというと破棄するんです。日本が独自にあの東進鉄道の運営をするというふうにやってます。ですからもう最初からあの桂はあの戦費で日本の財政がガタガタだから、ハリマンが欲しいって言うんだったら売ってしまえと思ってたんでしょうけど、実際にポーツマスで交渉の上テーブルについてた小村寿太郎あたりはそうじゃない、これは日本が運営するんだというふうにも決めてたんですね。でこのことについてはもう伊藤博文も承諾してたんです。まあこういう裏側から見ていけば、日本がアメリカにこのハリマンにですね、満州鉄道を譲らなかったから戦争になったというのは、うん、ちょっと私はそれは違うというふうに思ってます。特にあの秋山がもうすでに、アメリカとスペインとの戦争の時の段階でマハンというアメリカ海軍の先生が日本と将来的には戦争するであろうということをほのめかしてますから、なるべくしてなってるということです。いや、日本とアメリカとの戦争に関してはこれだけじゃなくてですね、後藤新平がですねやっぱりそのことを、新旧大陸論という考え方の中で述べております。ただアメリカというのはもうただただ膨張する国だと、必ず太平洋上で、何らかの形で接触するであろうということは予測されていたと言ってます。だからあのハリマンに譲らなかったからというのはちょっと単純ではない、単純な論法じゃないかなというふうに私は考えております。それとあの真珠湾攻撃にしてもそうですね、もうあの今明らかになってますけど、アメリカの公文書がすでに公開されてまして、日本があの昭和16年12月8日ですか、攻撃するその5ヶ月前にはもうすでにアメリカ側が日本との戦争を開始やりましょうという公文書を出しています。これはあの JB355 という番号を振られてますけど、
これにちゃんと出ておりますので、あのご覧になることあります？ JP さんご覧で原文そうですか、差し上げます読んでください。もうこれで5ヶ月前にもう日本と戦争するぞって決まってるわけですから、あの騙し打ちでも何でもないですよね。もう着々と日本と戦争するための準備に入っていたのがアメリカです。今までちょっと私が勝手にバーッと話していきましたけども、ご質問等々 がありましたら、ご質問があればお答えしていきたいと思います。